どうも皆さんこんばんは、ご飯です。突然ですが皆さん、今から22年前の1996年何をしていましたか？私はね、仕事もですけど、いや年が生まれるね、まだ生まれてないとか言っといた方がいいのかな。まあね、流行語とかで言うとアムラーなんて言葉が流行った時代ですね。この年ですね、ゲームの世界では名作と名高いワイルドアームズが発売された年なんです。こちらのゲームは、まあ、西部劇と SF がミックスされたような世界観で、まあ当時としては画期的なフルポリゴンでのバトルシステムだったんですね。まあ今皆さんがご覧いただいているこのご飯チャンネルの視聴者層ですね、30代から40代の男性がすごい多いんですよ。だからワイルドアームズって聞いたらあーってなる人結構多いかなとも思うんですが、私がね独自調査で、まあ、3人のですね30代男性にワイルドアームズって知ってるって聞いたら、なんとですね3人ともプレイしたことあるって言ってて、しかもめちゃくちゃ早口で、これねその当時の思い出とかな感動をね語ってくれたんですよ。こちらのワイルドアームズですね、シリーズ8作品リリースされてるんですね。そして今年ワイルドアームズミリオンメモリーズがリリースされました。こちらはですねおなじみ惑星ファルガイアを舞台として、まあ、ストーリーが進んでいくんですが、なんとですねもう歴代の主人公ですとかキャラクターたち、そしてオリジナルキャラクターが登場するといったね、もうねこの今までプレイしてきた人にはたまらないゲームだと思います。でも中にはワイルドアームズシリーズ今までプレイしたことないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。安心してください、私もその一人なんですが、まあこのミリオンメモリーズデビューで私すでにですねもう多分ストーリーも組み込まれてしっかりと作られているので、全然その世界観にね今からでも入れますし、すでに私ストーリーで一回泣きましたからねということでちょっとゲームの方をね紹介していきたいと思います。はい、こちらがガチャ画面になるんですが、ガチャで引くことができるのがこのアームというものとギアというものになります。まあこちらのギアはキャラクターに装備させてあげてキャラクターのステータスを底上げしてあげるものですね。そしてアームが、こちらもキャラクターに装備させてさまざまなスキルを発動することができるといったものとなっています。なので私まずこちらアームを引いていきたいと思います。11連星5のね、アーム今ね、まだ1個しか持ってないので、ちょっとね、このピックアップのね、星5とか当てていきたい。まだね、演出もあんまり知らないんだよね。さあ、どうだ、どうかな、あれ色がちょっとブロンズが多いぞ。これは星4、星3、これ全部3かな、この感じはこの感じは全部3かな。まさか私のガチャ運がこのミリオンメモリーズでも発動してしまうとは。ということでもう一回引いていきたいと思います。待ってました。あ、ちょっとさっきと違うじゃん演出が。ほら違うじゃん。どうかな。ここだよ、星4。あ、バージニア。いや、ちょっと下のね、下のこのシルバーのアームが期待。あ、星、お、ザックじゃん。これもね歴代のキャラクターたちなんですよね。まあでも星4引けたからいいとしようまだね全てのアームとかね特性理解してないんで、これが当たりなのかどうかっていうのはちょっと分かってないんだけど、続いてはちょっとねギアガチャも引いていきたいと思います。ちょっとギアも全然持ってないので、まあこれもねちょっと星5をねいただきたいかなって思うんですが、どう？初めて引くんだけど。悪くはないだろ。お、悪くはないって。おお、星4。あ、結構いいんじゃないですか。この緑のが星4なんだ。で、オレンジのが星3。指輪。星4。冠王石のかけら。23が。これね、ぜひね、装備させていきたい。コメットマーク。23が。ちょっとどういう特性なのかはちょっと後からね見ていきましょう。 OK。 さあではゲットしたちょっとアームとギアをね装備させていきましょう。ちょっとねメインで使ってるこのローディにねいろいろ装備させてあげたい。ちなみにギアやアームも強化していくことができます。こちらは
ガンスターサイクリティカルズジーダメージが 15% アップ。おお。はい、ということで新たにゲットできたアームとギアをね装備させてみました。では早速ですねクエストに行ってみましょう。今ですね私メインストーリーの第7章プレイしてるんですけど、まあね今までのシリーズプレイしなくても本当にねこのミリオンメモリーズデビューでもね十分にねストーリーはわかります。まあちょっとねストーリーの方は皆様にちょっとね楽しんでいただきたいので全てはちょっと見せないでおこうと思うんですが、こんな風にね様々な歴代シリーズのキャラクターが登場してきます。さあということでドキドキ風船割りということでちょっとねイベントクエストのようですね、サポーター選ぶことができるんですが今回はですねサポーターなしで挑戦したいと思います。なになにドキドキ風船割りって何屋台の神をかけて勝負？なるほど。誰が一番腕が立つのかはっきりさせないと。ドキドキ風船割りで決着をつける。なるほどね。強敵だからって。さあまずですねちょっとゲームシステムなんですけど、こんな風にですねスワイプすることによってキャラクターは移動できます。タップで攻撃ですね。でフリック操作することによってこんな風にですね回避することができます。ちなみにターゲットはねロックした方が戦いやすいですね。なのでちょっとロックして戦っていきましょう。ちょっとまず通常攻撃で叩きながら、そして右下にですねフォースアビリティっていう赤いゲージがあるんですけど、こちら貯めることができると、キャラクターそれぞれでですねこう特性みたいなのが備わってるんで、それをね発動させることができます。フォースアビリティちょっと貯めていきたいんだけど、ちょっとなかなかね倒しきっちゃうかもしれない疑惑があるね。危ない危ない、絶対爆発するやろそれなるほど、これがドキドキ風船割と言われるゆえんか。ちょっと離れた方がいいんじゃない。あっ、フォースアビリティ説明するまでに終わってしまったわちょっとね風船割だとね勝っちゃうからね、ボス戦でねちょっとやっていきたいと思います。通常のさっきの風船割はちょっとイベントクエストみたいなとこあったんですけど、通常の戦闘はこんな風にですねダンジョン攻略からのボス戦などねいろいろなものがあります。ちなみに今私このロディメインに使ってるんですが、この左横のですねキャラクタータップすることによってこんな風に操作キャラクター変えることができます。割とあのロディは近接攻撃メインだったんですけど、このバージニアはこんな風にですね銃で中遠距離攻撃することができます。ちょっとねこれやってる人に聞きたいんだけど、例えば一つのキャラクターメインに育てた方がいいのか、例えばねこんな風にまんべんなくみんなのレベリングしてあげる方がいいのか、どっちなんだろう。ちょっと危ない危ない、ちょっとザックに切り替えていこう。ちょロックしてある敵から倒していきたいけど、やっぱねロディが一番育ってるからロディが一番強いんだけど。さあそしてフォースアビリティも結構溜まってきましたね。ちょっと私これボスに温存したいんだよね。さあということでボスがやってきました。さあちなみにこのザックのフォースアビリティなんですけど、キャラクター前にねちょっとフォースアビリティの特性が違うんですけど、ちょっとザックから使っていきましょう。アクセラレーター、こんな風にですね移動スピードがアップして、ちょっとね通常攻撃も変化しますね。ザックのフォースアビリティはやっぱね与えるダメージが多くなっていく。危ない、避けて。でよいしょ、見ていただきたいのが危ない危ない、アームですね。アームはこのブルーのボタンを押すことによって、セットしている3つのものを使うことができるんですが、ちょっとね敵の隙を見て使っていきたい。今だ、長押しでこんな風に発動することができます。アームのね発動にはちょっと MP 使うんで、キャラクターごとに MP 回復されつつ、やばいやばいやばい、ちょっと HP がやばい、使っていきたいんですが、これが私の持ってるアームの中で一番強いやつこれが星5のパワーだ。やばいやばい、それ当たったらいかんやつ。今回ですねちょっとね
サポーターさんを選んできてないので、結構ねちゃんと敵の攻撃避けて戦わないと、結構ねレベルの高いサポーターさんとか選ぶとかなりねお手伝いしてもらえるんだけど、一人だと結構厳しいよ。よし、ここでアーム。ちなみにアームには属性がありますね。今使ってるのは無属性アームですね。まあ敵のね弱点見てあげると、多分風が弱点で今出てるんで、風のアーム持ってるの、バージニア持ってるな。でもさっき引いたやつだからレベルは1なんだ。一回使ってみるか、クラッシュ。あ、でも結構食らうわやっぱり。あかん、あかん、危ない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 、避けて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 、 HP が HP が怖い怖い怖い、MP が MP がちょっとね足りないな。 OK 結構危なかったね危なかしい戦いだったね。はい、ということで今回ワイルドアームズミリオンメモリーズプレイしていきました。ここでご報告なんですけど、もうね明日明日の夜予定空いてますか。私こちらのワイルドアームズミリオンメモリーズの公式生放送にアシスタントとして出演させていただくこととなりました。まあ私はですね、このミリオンメモリーズデビュー勢なので、まあそのミリオンメモリーズデビュー勢として、このワイルドアームズの面白さをね、皆さんに広めていけたらなと思っております。ぜひね、ご興味ある方は遊びに来てください。そしてですね、こちらのゲーム、もしもね、プレイしてみようかなって思った方は、ぜひね、概要欄からダウンロードしてプレイしてください。ということで、最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、また明日。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。